なおですね、大体今の予測からいきますと2時50分前後ぐらい。午前の競技は外から中に飛んでくる競技でしたので、大会初の一斉リミックなこのはどうぞ、あれが上がったか、あれ、あれ、あれ、1日目からまあ一斉リミックがね、見れるっていうのはですね、このヘステーションワンスのこのヘステーションリミックをやってるような感じでヘステーションワンスしていきます。ヘステーションワン、ちょっと聞き慣れない、うん、ですね、はい、名前も競技ですが、この競技は第3弾ヘジテーションワルツとなっています。で、競技普及、今年は73期ありますが、その73期がこのカフェラー河川敷に設けられました競技エリアから一斉に移行するという競技です。いや、まさにシャッターチャンスですね。この後で先ほど水町ひろしさんの説明がありましたが、この競技エリアの中にフラッグ、旗が上がります。旗の色が赤から、スタッフの人たちはかなり気を使ってるんじゃないかな。ゴンドラは何でできてるかなって言ったら、あれは、竹ですよね。塔で、あ、塔か、そうそうそう、塔、失礼しました。燃料はですね、僕の場合は、ノンアルコールビールなんですけども、そうそう、私は時々ケーキで、ね、こちらのノンアルコールのお腹の燃料はですね、これはプロパンガスなんですね。専用のプロパンガスですか？ちょっとこれですよ。じゃあこれを積んで、これを燃料にして気球の中で温かい空気をたくさん食べて、ゴンドラもあるんですけども、まあ、普通は最近はよくソロの方が多いんですね。1人のパイロットだけど、2人、3人人たちだけじゃなくって、先ほどのオブザーバーの皆さんですとか、ローンチマスターの皆さんですとか、本当にたくさんのスタッフが安全にこのバルーンの競技を行えるように、グリーンはそうですね、うん、グリーンはね、うん、そうそうそう、暮らしていいですよ。ローンチマスターの方、よかったらお忙しいと思うんですが、ちょっとだけ手を挙げていただいて、ローンチマスターの皆さん、本当に人間なんだ。ローンチマスターじゃないかな、ちょっと忙しいかな。でも必ずね、ついでらっしゃるということですね。そうですね、リアルに見える。もうエンジンかけないと、あ、膨らまれた、最初ちょっと雨をね、みんな膨らまれた、ほら、向こうから、ほ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 ら、ついに膨らまれた、ついに、さあ、グリーンのね、またGreen flag が上がりましたので、インフレーションが始まりました。 Alright, they're off the hesitation walls. The green flag just went up and they're starting to inflate their colors. さあ、皆さん、ここでね、気球が上がってきたか、どのパイロットが乗っているか、どのフライトの方が行っているかというのは全てこのプログラムで分かりますので、公式バイトの方でね、ワンコインで500円で買えますよ。今のうちに買い求めてた方がよろしいですね。自分も一緒に参加した気持ちになります。思った見えんけんね、あ、しまったよ、そういったでも間に隠れるな。競技普及73期は、このカフェラー河川敷に設けられました。
ですか。やばいやばい。もう気づいてる。カウちゃんの間に合う。もう気づいてる。Entry number 大会にはおなじみです。オーストラリアからの高
Entry number 5 from Australia, Paul Gibbs, just took off. Have a nice flight. もうね、70何機がもうどん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 減ってて、もうね、すごいね。あー、ストラダー。Entry number 17 from Spain, Joseph Jusikov. Have a nice flight! 行ってらっしゃい。結構望遠で撮ってる？Oh, maybe it's the other one, number 9, Fabio. Sorry, can't see the number. Oh, it's number 9, yeah, number 9, Fabio from Spain, Brazil.Brazil just took off. Have a nice flight. And this is number 17 that just took off. Joseph from Spain. Have a nice flight, Joseph. Gracias. Gracias. You know the way.Entry number 12, airport number 12 from Brazil, Marcos, just took off. Have a nice flight. Honda, go. Is Honda in it?エントンさんです。いってらっしゃい。 Okay, entry number 23 from England, Crispin William Jusikov. Have a nice flight. バカ。席ナンバー58番、こちらは埼玉のパイロット川口さん。本田、うちも本田。こちら白く本の絵が景品に描かれています。本田白く本号です。いってらっしゃい川口さん。Entry number 28 from Hungary, Zoltan Jusikov. Zoltan Zimut Jusikov, have a nice flight. Entry number 21, Kenneth from England Jusikov. Have a nice flight. あと2機。はい。現在午後の競技が行われています。ライバーがオキテーションがあるので、既にもう多くの気球がこの長谷川の上空に飛んでいます。午後の競技はこの長谷川河川敷の競技エリアからのステージとなっています。既に競技委員会が定めた3箇所のゴールのうち1つだけをパイロットが選び、そこにマーカーを塗布するという競技です。この会場の南の方には、いろんなこうご年配の皆さんがですね、施設からたくさん今回、お越しいただいていまして、パイプ椅子に座りながら皆さんご覧になってたんですけれども、バルーンどこに飛んでいっちゃえろうかねーっていうふうにおっしゃってたんですね。それがもうどん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 自分たちの近くを通って、行ったのでね、びっくりされてるかもしれないですね。頑張れ。仲良く。
さあね、皆さん見ているように、風がだんだんひどくなるとですね、あえて球技がかなり揺らげるんですよね。ゆらゆらとして立てにくいんですよね。打ち上げるのもちょっと一苦労になってきますね。はい、上に飛んでいったものと上に上がっていくとね、風が穏やかにこう見えますけども、上がってみないとこれもね、ちょっとわかんないですね。もう改札かな、気をつけて転んでかいってね。はい、OK って言ってますよ。じゃあね、あしきくん、バイバイ。バイバイ。ペコちゃん、バイバイ。さあ、離陸しました。席ナンバー11番が放送塔の正面から、ブラジルのルペルシオさんがパイロットです。Entry number 11, entry number 11 from Brazil. ルペシオ、リマ、ジェスカ、Have a nice flight! 行ってらっしゃい。危なさい。なんか入りなよ。さあ現在午後の競技が満員だな、すずさん。一気に佐賀の空が色とりどりやかになりました。競技気球残すところ一気になりましたので、72機はすでに空に向かって、熾烈な空の戦いを今広げているところです。そうそう、3つの、ね、ターゲットが設けられているので、それをどれを、ね、はい、選ぶかっていう、ね、その心の迷いっていうのが、これはヘジテーションですね。さあ、そしてね、少し風が出てきて肌寒くなってきました。放送塔の下には白いテントの公式売店がありますが、温かい飲み物のコーヒーを今日は持ってきてくれているんですよね。はい、コーヒーと、ちょっと甘いカフェオレのようなものかな。はい、2種類あると思いますので、よかったらね、ちょっと手足、体からね、温めながら、この午後の競技を楽しんでいただければと思います。また、公式売店には我々も持っています。公式プログラムでした。公式ピンバッジ、そしてステッカーなどなど、この大会のオフィシャルグッズを販売しています。どうぞね、それも合わせて手に取ってご覧いただければと思います。それもね、パンフレットだったら500円、はい、そしてピンバッジも500円、ステッカーは200円ですよね。本当にお手頃な価格ですので、皆さんどうぞこのバルベーカにいらした記念に手に取ってください。今年もね、株式会社プラドさんの協力で本当に素敵なプログラムができてまして、実は先ほどの長寿のヘジテーションワルツをしましたが、それもこの公式プラドさんのまとめてくれたバルーンの楽しみ方というところについていますので、まるまんままるっと読ませていただきました。どうぞこれを持っていれば皆さんもバルーンツーに乗ること間違いなしです。よかったら一部500円で販売をしています。会場の中の公式プログラムと書かれたロゴに載せた、またはホームエリアの公式売店で、そして放送塔下の公式売店でも販売をしています。はい、バイバイ、ナイスステージの皆さんね、またね。うん。